ミルクサッカーアカデミーでございます。井上バーです。ノーミルク佐藤です。お願いします。テンション高い、テンション高い。今日もいろいろ教えてくださいね。さあ今日のテーマはこれですね。ドン、お遺跡特別会神戸大変革。わー、噂には聞いてますけれども、このメッシーって書いてあるじゃないですか。さすがに、さすがにでしょこれ。武藤さん、大迫さん、まことしやかなね、今盛り上がりありますけど、メッシーさんはさすがに。いやでもね、ちゃんとここからも話していきますけど、まずまあ順番に行くと、神戸には大変革の木がね、時期になっておりますと。大変革、まあ毎年ね、話題の遺跡はありますけども。そうなんですよ。うんうんうん、ただまあ、すっごい昔で考えたら、はい、例えば、イルハンとかっての昔はありましたよ、例えばね。はいはいはい。とかもあったけど、うん、最近のヴィッセル神戸、なんか昔から考えていっても、昔から神戸はその大補強してるように見えるかもしれないけど、うん、最近着実になんか積み上がる系の遺跡多くないですか。確かにそうですね。ねえ。ピジャがいた。で、それなんとなくこう土壌ができ始めて、イニエスタとかポドルスキーでもやったけど、うん、その時サンペールなんかやってきたりだとか、はい、でそこがいるところでフェルマーレンがやってきたり、うん、でそれで育った古橋が、ね、いや、それですよね。だからやっぱその外人さんだけじゃなくて、元代表だったりとか、うん、そして若手を取って育てたりとか、うん、なんかそれが非常に見てて面白いチームになってきてますけどね。そうなんです。なんかオールスター感もありながら安定感もすごくあるみたいな、うん、誰抜けたら弱くなっちゃうとかじゃなくなってきてますよ。そうなんですよね、うんうん、ってことで、そこに今度、武藤義則さんは移籍決定で、加入決定です。すごい、イングランドから戻ってくる、スペインから。そして、大迫勇也さんも、もうほぼ濃厚。うん、で、メッシさんは、まあ、正直 0.1% ぐらいだと思いますけれども。はいはい、ゼロではないと言えるチームの一つなわけでしょ。と、そう、チームがある中で、うん、ゼロじゃないチームって多分、世界に5個、6個しかないんですよ。なるほど。その中の一つに神戸が入ってるのはすごいことです。ね、我々的にはね、あるんじゃないかとは言ってきたいよね。そうなんですよ。はいはいはい。ということで、なんでなのかって話と、実は本当にね、もう見ながら何回も言ってますけど、うん、もうね、神戸は一回、メッシと接触した経験があるんですよね。ということで、今日の話いきたいと思います。いや、でも神戸に関しては何があってもね、驚かないよ、これだって。イニエスタがいるんだもん。そうなんです、ね、普通に。ということで、今日の話いきたいと思います。はい、こちらでございます。はい、ドン。はい。左側がですね、いわゆる、古橋遺跡前の話。うんうんうん。右側が、こうなったらすげえなっていう感じで、書いてみたって話。はいはい、はい。だったら、ダメシいる。いるでしょ。メッシがいるよ、右に。はい、はい、はい。まず実は今年のヴィッセル神戸ってのは、はい、これが一番ハマった形だったんですよね。うんうんうん、4バックプラス、うん、アンカーにサンペール置いて、うん、ホタルと、合計あたりを両サイドにこう置くような感じで、まあ、4-3-1-2 みたいな形ですね。で、トップ下にイニエスタ置いて、そこから古橋にミョーンってパスが出るみたいなのが良かったって流れではあったんですよ。うんうんうん、ただとはいえ、その古橋が得点王になる勢いで点取ってきたチームなんだけど、はい、その古橋がいなくなってしまう、またはイニスターの依存度が高くなったりとかすると、うん、してる状態なので、この2人がね、例えばイニが怪我で抜ける、古橋が移籍で抜けましたってなったら、ここからさてどうしましょうって話になってくる、はいはいはい、ただそこでやってきたのが、うん、まさに7億円。なんと古橋くん、ね、移籍によって7億もたらしてる。はい、7億円セルティックか、はい、おー、そうなんですよ。それはでかいっていう状態になりましたと。でかいよね、はい、でそれに伴って、武藤義則選手なんですけど、うん、年俸2億円だそうです。はい、で決定、払えちゃう、払えちゃうね、うんうん、払えちゃいますね、うん、さらに言うと、大迫選手も年俸2億円でヴィッセルに加入する予定です。はいはいはい。しかもこちらは3年契約予定だとのことで、うんうん、まあ、とはいえね、今年のね、成績で考えたら、とりあえず4億円分彼らに使えばいいって話ですから。なるほど、なるほど。まだお金残りますよね。まあ、移籍金ブレーメンに、ね、大迫選手は払いますけど。はいはいはい。っていう状態ですと。うんうん、で、あともう一人、長友選手が今フリー状態なので、うん、取れる可能性もあるのかなと考えると、はいはいはい、大阪2億、武藤2億、じゃあ長友2億。あ、取れたね。うん、はい。可能性はあるわけです、ね。なるほど、計算上ね。そうなんですよ。はい。で、これによって、ちょっと右斜めね、右側ので言うと4-3-3にしてますけれども、うん、まあ、一旦メッシだけ追いかせていただければ、はい、すごいことが起こるんですよ。長友まで加入するってなると。はい。大阪優也、武藤義則、うん、山口蛍、うん、長友優斗、酒井豪徳、うん、さあ、この5人の共通点は何でしょう。そうです。はい、いつの
え、ザック、うん、もうその後なんだけど、実は武藤選手は要はロシアワールドカップ経験者5名。そうかそうかそうか、ごめんなさい。ただ聞いたことなくないですか、うん、ワールドカップ経験者同じ大会の5人同じチームに揃う。ああそうか、なんです、ね、うんうん、すごいな、豪華感あるもん。そうなんです、うん、でも5人だけじゃなくて、はい、ベルギー代表フェルマーレ、うん、そしてイニエスタ、そうだよ、でまあ 0.1% の可能性だけどメッシうん、うん、すごいすごいよ、うん、でただそれに遜色ない J リーグベスト11級の活躍を今年しているサンペール、うん、それに菊池隆法、はい、下がってきてますよね。そうなんです、うんうん、っていうところで今回何が言いたいのかというとですね、はいはいはい、ヴィッセル神戸はなんで武藤大迫を取るのかって話になってくると、はい、チームのマインドとかゲームモデルってものを成熟期にこれを突入させようっていうのが僕はあるんじゃないのかなと、なるほどね、うん、思っておりますと、はいはい、要は、うん、今まで鹿島アントラーズだったりとか横浜 F マリノス、ガンバ大阪だっていうチームたちが、うん、正直ヨーロッパでのこの移籍のこうなんか波にぶっちゃけ飲まれてるじゃないですか。飲まれてる。うん。うん、いろんな選手がこう海外にね、いっぱい行ったりだとかってことがある中に、はいはいはい。取られちゃってるってことでね。そうなんですよね。うんうんうん、ってことは、ってことで、神戸もその時期にどうやら突入し始めてるんじゃないかと。はい、いい選手が川崎と神戸がどんどんね、外に出していく。うん。そうなんですよ。そうなってきた時に、要は、プレイヤーの中に、いわゆるコーチとか監督ってのも成績不振だなんだってあったら結構変わっちゃうけど。なるほどね。選手の中にニーヤンを作ろう。うん、師匠クラスと言いますかね。そうなんです。プレイングニーヤンを。そう。ええ。で、継承させていくモデルだとかってことを、2段階。いわゆるここの若手、はい、いわゆるトップチームの若手にもそうだし、はい、あとはイニエスタとかね、あとトスで言ったらフェルナンド・トーレスさんだとかもね、ちょっとその話あったけど、うん、ユースだとかのモデルの方にもこう、なんか着手していきたいとか話あったじゃないですか。うん、ありました。だ彼らももしかしたらそういうところにちょっとなんかお伝えしていったりだとかで、このヴィッセル神戸っていうサッカーをどうしていくかってことを話していくような面々がここに登場し始めてるんじゃないのかな。なね、まあ、世界のスターももたらせるもありますけどもね、世界を経験した日本のスターだからこそ、うん、日本語で。そう。ね、日本も知ってるものとして伝えられるものがありますよね、きっとね。そうなんですよね、うん、っていう感じになってきてるのかなと思います、うん、だから大迫さんとか武藤さんとかやっぱりね、アラサーだってところで考えたら、はい、ここからだから5年ぐらい、まあ、活躍5年から10年活躍できるのかなってところもありますけど、うん、その間に若いね、例えばこの中でも小田裕太郎選手とか井上志音選手、うん、豪華選手、佐々木選手、桜井選手だったりだとか、その若手がそこでガーッとこう台頭してくれれば、はい、神戸は若手がじゃあまた海外に行って、でこのね、大迫さんや武藤さんとかがこうだんだんベテランに差し掛かってスタメン厳しくなってきた時に、彼らが今度帰ってきてくれてっていうのが、じゅんぐりじゅんぐりなってくれれば、だもしかすると鹿島的なモデルですよね、はいはいはい、小笠原がとか柳沢がとかってモデルにもしかしたら近づいてってるのかもしれない。はあ、はあはあ、なるほどなるほど、いい循環をね、うん、作っていけるといいですよね。そうなんですよね、はあはあはあ、っていうところが神戸の皆さん、ホクホクしておいてください。なるほどな、これでも J リーグの理想形を作ろうとしてるわけですよね。そうですね、要はやっぱ極東のリーグである以上ね、やっぱここに取られていく、うん、まあ若手が育ったら海外をヨーロッパに取られていくっていうのはもう間違いないわけで、その中で上昇チームをどう作っていくか、人気チームをどうキープしていくかってことのね、一つのなんかアンサーな気がしますけどね。さらにだからね、これでイニエスタがいて、フェルマーレンがいて、こうやってワールドカップ経験者組がいた上で、メッシがとかってことにもなってくると、正直、ヨーロッパ、もともとね、我々はこう南米だとかヨーロッパっていうのが正直サッカーの中心地じゃないですか。はい。その中心地をずらすための総本座になるのが、うん、いや、そうよ。そうは言いましたけど、極東言いましたけど、ずらしていかなきゃいけないわけですからね。そうなんです。あなたたちが極性でしょうと。そう。こっちが真ん中ですよと。うん、はいはい、それはそうよ。しかもね、うん、それね、もしメッシを取ることができたら、はい、それもさらに可能になった。なるほど。これしかも理由があるんですよ、うん。なんでメッシを取る必要性があるのかっていうのが、はい、今ね、世界で起こっていること皆さんご存知ですか、うん、正直我々はミルワカといえばというか、昨年ね、セルビア1部で活躍した宮崎良平選手と、はいはいはい、いろいろ仲良くさせていただいたりしてますけど、うん、実はその東欧とかって、びっくりなことがあるんですよ、マーサ。はい。給与が振り込まれないんです。うん、いやー、そうなの？そう、うんうん、何でもらえるかって、もちろん振り込みの場合とかもちゃんとしてるとこもあるんだけど、うん、ちょっとやべえなって時は、手渡しだそうです。はあ、なんだか変な感じですね。ですよね。ええ、だとか、実は、今回セリエ A でも、
あのセリエ B から今年昇格することが決まっている、サレルリターナっていうチームがあったんですが、そこら辺がちょっと会長の問題がなんやかんやとか、うん、他にもね、あのセリエの中で4チームぐらい、実は今回、はいはい、財政問題がありまして、破綻したりだとかで B とか C に降格だとかっていうチームとかも出ちゃってたんです。穏やかじゃないですね。大変ですね。って思ってたら。コロナ禍とか関係あるわけですか、やっぱりね。まあやっぱり多少あるんですよね。ただそんなこと言ってたら、まさかの今世界中で最も金ねえんじゃねえかっていうクラブが、バルセロナ。えって話でしょ。いや、これ驚きですよ。前も聞きましたけどね。はい、要はね、アラブマネーとか、いわゆる石油オイルマネーみたいなものがあるチームでは正直ないから、このバルセロナっていうのは。だけど、もともと投資会社とかからお金は借りれてたんですけど、はい、前会長体制のところで、スペインって実はサラリーキャップ制っていうのがあって、これ以上お金を使えないというね。そうそうそう、年俸の上限というのが決まってるんですが、使っちゃダメよっていう。うん、以前、そのピピーってこうチームにイエローカードみたいなのが2回ぐらい届いちゃって。戦力進行のためにってことですよね、リーグ戦の。そうなんですよ。うんうん、だから、メッシのこと関係なくても、実は、もしメッシがそれこそバルセロナに残ってしまったら、メッシスタメンで使うと、残りの10人全員ユースじゃないと挑めないレベルになっちゃってたんです。その、度重なる違反で、その懲罰的なまたフィナンシャルフェアプレーが求められてるってことなんでしょ？そうなんですよ。その結果、すごい矛盾してるじゃないですか。ただそこで意味わかんなかったのが、そこでアグエロとかデパイとか世界的な名選手この夏取っちゃったんですよ。で、結局、メッシが仮に、これメッシもバルセロナ抜けるの決定しましたけど、メッシ抜けてもこのままだとアグエロもデパイも登録できないんですってバルセロナ。サラリーキャップ考えてなかったのかわかんないけど。っていう状態で、ある意味ちょっとマネジメント面の問題は正直出しちゃってる状態なんですよね、バルセロナ、はいはい。でもそうなってくると、日本ってそういうところすごいしっかりしてる国じゃないですか。だから、あ、日本ってそれぐらいやってるんだってことを世界にアピールできるチャンスでも僕はあるんじゃないかなってのはあるんですよね。お金の払いがいいらしいぞと、今ね。この世界の中で。そうそうそう。しかも、遅延もないぞと。地下鉄とか電車がね、ちゃんと来ることで有名な日本だけど、ちゃんと金払いもそうらしいぞみたいな。ね、治安もすごくいいし、飯もうまいらしいぞと、イニエスタも飯もいるぞと、うん。っていうことなんですよ。なるほど。で、今回一応この夏ね、メッシの移籍先として言われてるのが、パリ・サンジェルマン、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティではあるんですけど、はいはい、マンチェスターシティはグリーリッシュ選手、アストンビラから獲得しちゃいまして。そうなんですよね。グリーリッシュ動いたんですね、ついにね。そう。で、それに伴って。どの金もらったんですかね。あ、イングランド史上最高額です。いやー、そうですか。うん。で、それに伴って、なんと移籍予定だったハリー・ケインの移籍がなくなりました。あー、そう。うん。ポジション違うんだけど、もう多分これ以上お金も出せないってことなんじゃないかなって。じゃあ、トッテナム残るの、ハリー・ケインは。残ります。練習に参加するって自分で言いましたもん。はい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 。ってことは、メッシほどのお金も出せないんじゃないかと思う。シティちょっと難しいのかな、うんうん。で、マンチェスターユナイテッドの場合もお金は払えるんですが、うん、同じポジションに複数人もいるんですよ。若手有望株とか。なるほど。わざわざ取る必要性はないよね、うん。で、残ってんのがパリ・サンジェルマンと一応3年契約予定とは言われてるんですけど、うん、パリも何人か出さないとメッシは取れないんじゃないかと言われているぐらいお金には困窮してるのもあるので、そうなってくると、なんやかんやとかで考えたら、神戸ゼロじゃないんじゃないのかな、とか。なるほどね。メッシのね、例えば今後のいろんなビジネスをサポートするよとか、そういうイニエスタのね、ワインを売るよとかもいろいろあったけれども、そういうものと含めてなんかメッシうまくできたら、ゼロじゃないんじゃないちょっといろいろ騒がしいのが僕はもう嫌なんだよ。ちょっとね、サッカーに集中したいんだよって言ってね、なんか分かり間違ってきてくんないですかね。っていうことは、ゼロじゃないと思うので、ちょっと楽しみにはしておきたいなというところですね。イニエスタさん次第ですね。いや、ちょっと、イーサー、お願いします。だって、メッシ来てね、それで、例えば今ね。強化部と名刺持ってたりしてね、もうね。いいなぁ、まあ。グッズとかではね、売れると思います。世界レベルで売れていくと思うから、ペイはできると思うので、メッシさん取れたらちょっと面白いなぁ、なんて思う。そんな神戸の大改革でございます。いや、メッシ来なくても全然面白いですよ、これ。そうだね。本当に魅力あるチーム、チケットの売れるチーム、ユニフォーム売れるチームね。そうだね。まあ、生で見たいチームは本当に一つですよね。うん。はい。ということで、後半戦、一気にいろいろ変わっていくと思うので、神戸、はい、追っていきましょう。神戸だけじゃなく、いろんなチームが変わっておりますのでね。また後半戦楽しみでございます。はい、いろんなことをお伝えしていきます。ミルクサッカーアカデミー毎日やってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画もグッドボタンでぜひ応援してくださいね。ありがとうございました。はい、じゃあ、楽しみましょうね。先生ありがとうございました。皆さんありがとうございました。井上真央でした。ノーミル佐藤でした。どうも。それでは、また次回です。